うーわ、マジか、やっちまったな。皆さん、こっちです。ジェイソン・オルガブリだ。ひろゆきだ。はい、今回の動画はこちら。レゴクリエイタースポーツカーの続きになります。前回の動画でこちらのスポーツカーを組み立てました。このスポーツカーが思ってたより大きかったのと、あとはこのエンジン周りが結構リアリティがあって、とても良かったです。はい、今回の動画ではこちらのホットロッドを組み立てます。はい、スポーツカーの動画はこの動画の概要欄に載せておきます。合わせてみてください。はい、それでは組み立てます。はい、完成しました。あは、これは最初に作ったスポーツカーと比べて結構コンパクトになりましたね。はい、全体はこのようになってます。上側と下側のここの部分が結構肉抜きありますね。せめてパーツで穴埋めしてほしかったですね。そういや、ホットロッドって確か僕が前に作ったレゴクリエイターのスーパーカーの2つ目に作れるものがホットロッドでしたね。あの車系のクリエイターでホットロッドって多いですよね。これはなんでだろう。多分形的に、作りやすいからじゃないかなって思います。タイヤがついてますので、このようにコロ走行で遊ぶことができます。では近くで見ましょう。ホットロッドって言えばこの前面部分のこのエンジン周りが結構メカメカしくて僕は結構好きなんですよ。今回も結構メカメカしいです。そして側面はこのようになってて、後ろはこのようになってます。やっぱレゴクリエイターのホットロッドって結構完成度高いですよね。そしてこのホットロッドはミニフィグを座らせることができます。では乗せます。はい、ミニフィグを乗せるとこんな感じです。もう何度も言ってるんですけど、こういうミニフィグがあることによってもう全然印象違いますよね。やっぱね、これはすごい。では大きさ比較をしましょう。ミニフィグと並べるとこんな感じです。まあ、このホットロッドが大きさ的にミニフィグとちょうど合ってますね。次は、これです。はい。あの、キラメージャーのマシンマッカ。キラメージャー見てるんですけど、この肝心のキラメージ実は僕買ってないんですよね。あの、5月頃に買う予定です。このマシンマッカはプレ版限定アイテムでもすぐなくなっちゃいそうだったので、もう速攻で買いました。大きさ的に言えばこのマシンマッカ、幅は全然違いますけど、大きさ的にほぼ一緒ですね。このマシンマッカのここが、このキラーメイジの顔になってるんですよね。で、ここから、このようにすることもできます。で、あとは、これ買ったんで、キラーメイストーンにすることもできます。このモデルクリエイター、こんな感じにしたら、結構面白くなるんですけどね。まあ、それはないか。あ、しまった。完全に、マシンマッカのレビューになっちゃってました。はい、道路の基礎板の上に置いてみると、こんな感じです。大きさ的に、ほぼ、あれ？あー！やっば！うわ、やっば！やらかしてしまった。タイヤの位置が、ずれてましたね。うーわ、マジか、やっちまったな。これ、ここでした。すいません。まあ、そういうこと、ありますもんね。大きさ的にほぼ、ギリギリですね。まあ、ちょっと忘れちゃったんですけど、レゴスピードチャンピオンの日産 GTR ニスモと、マクラーレンセナと並べるとこんな感じです。もう全然違いますね。まあ、そうですね。このホットロッドは、色的にはこのフェラーリと一緒ですね。このフェラーリの動画は近日中にアップロードしますので、楽しみにお待ちください。レゴクリエイターの乗り物系でホットロッドってよくあるんですけど、今年もありましたね。まあ、僕、車そんな詳しくないんですけど、組み立て自体結構簡単だったので、このホットロッドも結構良かったです。まあ、個人的にこのクリエイターの3番目のジェット機、これが結構楽しみです。はい、レゴクリエイタースポーツカーのホットロッドはこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイタースポーツカーのホットロッドを組み立てました。やっぱレゴクリエイターの乗り物系のこのホットロッドって結構クオリティ高いので結構好きです、僕は。まあ、さっきも言ったんですけど、僕車あんま詳しくないんですけど、このホットロッドを組み立てるのはそんな難しくないので、ぜひ皆さんも組み立ててみてください。で、あとはこの突然の、まあ、マシンマッカー。まあ、キラメイジンの動画は、出そうか出さないかは、まあ、未定です。もしレビューするとなったら、まあ、5月中に今なっちゃいますけど、まあ、どうしようかな。まあ、レビューするかしないかは考えておきます。はい、今回の動画、まだまだ続きます。では、次の動画ではこちらのジェット機を組み立てます。楽しみにお待ちください。今回の動画が良かったら、高評価をお願いします。そして、僕のチャンネル登録や、コメントやリクエストや質問など、お待ちしております。以上、ひろゆきでした。ありがとうございました。はい、今回の動画、面白ければ、グッドボタン、高評価をよろしくお願いします。そして、僕のチャンネルに登録していただくと、最新の動画がいち早く見れます。ぜひ、チャンネル登録をよろしくお願いします。そして、コメントやリクエストや質問などお待ちしております。
それでは次の動画でお会いしましょう。おなら、イエーイ。